平井デジタル改革担当大臣は特定の企業に事業を発注するよう指示したと週刊誌に報じられた問題で、企業の名前は言っていないなどと説明しました。昨日発売の週刊誌で4月7日の打ち合わせで平井大臣が特定のベンチャー企業の名前を挙げて事業を発注するよう内閣官房 IT 総合戦略室の幹部に指示したと報じられました。野党からは官製談合に当たるのではないかなどの批判が出ています。音源の中にはどなたも誰も企業名を言っていないんですね。なのになぜこんな風になっちゃったのかっていうのは私の大きな疑問があるところでございます。平井大臣はその上で予定を前倒してコンプライアンス委員会を立ち上げ、自身の発言も含め調達に関する調査を行う考えを示しました。